はい、こんにちは。バーチャンネルマイハットです。今日はですね、ベイブレードバーストの動画なんですけれども、私が持ってるバスターエクスカリバー、そしてエイシン君が持ってるデッドホです。そうだね、この2つの最強改造を見つけたいなという動画でございますね。はい。そしてもう一つ告知がございますね。うん。2018年の11月10日、あのね、ユーフェス遊園地に、ベイブレードバーストのブースが登場するらしいんですね。うん。で、そこに我々ですね、2時30分から3時30分までおります。うん。うん。それで当日はですね、ちょっと時間がずれるんだけど、なんと、ケンチャンネルさんもいらっしゃいます。はい。うん。なんで、ちょうどね、時間的に被ってるところもあるんで、ケンチャンネルさんとうち、マイチャンネルに同時に会える機会ですね。うん。なんで、ベイブレードバースト好きのみんな、ぜひですね、来てくださいませ。それで、なんとですね、我々、ファンレターを頂戴しまして、ちょっと読んでみようか。お母様とね、お子さんからメッセージいただいてるんですが、その中にね、こんなメッセージが入ってました。はい。こんにちは、マーチャンネルが好きです。エイシンくんとベイブレードをしたいな。こんな頑張って書いてくれたね、嬉しいメッセージもらったんですけど、ベイブレードのバトルしたい？したい？できるかもしれません。やったー！ユーフェス遊園地のベイブレードバーストのブースでうちらとバトルしちゃいましょう。うん。我々が持っていくのは今日完成するベイだね。うん。この中で強いと思ったベイを持っていきますので、それで皆さんと対決したいなと思いますね。はい。楽しみだね、それそれでね。うん。入場料は無料でございますんで、無料、うん、ぜひ皆さんですね、お気軽に遊びに来てくださいませ。はい。じゃあ早速、こちらのベイ、いつものアングルでシュートしていきましょう。はい。はい、では早速始めていきましょうか。うん。まずエイシン君が使うのはデッドハです。天板バブソーブ。はい、この改造ですね。うん、レベルチップついてるよ。そうだね。で、それに対するのはこちら、ヘルサラマンダー12アンダーオービットでございますね。優勝ベイだ。これは夏休み改造トーナメントの優勝ベイですね。うん。これが、基準になります。このベイをどれだけ打ち砕けるか、うん、デッドハですよね。3つの改造の中でこのヘルサラマンダーを打ち砕けるベイがあれば、それがきっと最強改造だ。うん。はい、そんな感じでやっていきましょう。はい。3、2、1、ゴーして、まず真ん中を取って、おー、よし、3、2、1、ゴーして、今度こそ当たんない。あ、やばい、頑張れ。でも歯です、重いからね。おっと、バランスを崩してるぞ。これなかなか、やっぱ歯です自体が強いから。でもなんかロックがちょっと柔らかいからね。そうだね、ここがたまに傷だけど。お、強い強い。実際はどうなるのか、この後のスタミナ具合は。うん。さっきはね、重さでオーバーフィニッシュしたけど、今回はスタミナはどうだ。おお、歯です、勝った。 3、2、1、おっと、今度はカウンター当てたけど、結構ね、カウンター食らうとこっちがバーストしちゃう。でもね、ヘルサラマンダー結構ね、ロック緩んでたからね、バーストされるのはヘルサラマンダーかもしれない。うん。さっきの一番最初のオーバーした時はね、もうあと一撃でバーストだって。そうだね、もうちょっとって感じだからね。またスタミナ勝負になってきたけど、さあ今度は結果違うか。おお。じゃあ今度はデッドハデス、ゼロバンプベアリングに変えます。はい。3、2、1、今度はスタミナ抜群のベアリング、ね、スタミナ抜群だけどロックはかなり緩くなった感じかな。意外とバーストしないんだよな。3、2、1、3、2、1、いいね、いい打ち合い、いけ。お、でも全然回転が弱まってないとこがすごいね。ベアリング、さあこっからスタミナ勝負。あ最後にレッドハデス、ゼロパンプデストロイダッシュでいきます。はい。3、2、1、さあこれはね、ダッシュだから硬いからね、ロックが硬くなって一気にいけ、一気に強くなってんじゃねえの。安定して、おい、3、2、1、いけ。おっと、おい、3、2、1、おっ、
おぉうわ、すげえすげえどんだけ強いんだ。いや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 、あら、あっという間に回転数落ちてしまったヘルタが。すごい、これ壁がすごかった。これは厳しいぞ。ということで、ヘルサラマンダーに全勝したのはこの10バンプアブソーブと0バンプデストロイダッシュのこの2つなんだけど、うん、どっちが良かったと思いますか？0バンプデストロイダッシュ。そっか、これ明らかに強かった。じゃあこちらを最強改造にしましょうか、エンジン君のね、うん、やったー。 OK、 はい、ではバスターエクスカリバーの最強改造を探していきましょう、うん、バスターエクスカリバーはセブンボルテックスハンターダッシュにしたいなと思います。はい、でエンジン君はヘルサラマンダーを使います。はい、とりあえずヘルサラマンダー基準でね、うん、いきたいなと思いますね。 3,2,1 押して、いきなりぶつかったけどさ、どうかな。ハンターダッシュ跳ねたぞ今。一瞬跳ねたね、一瞬バーストしたかと思ったけど残念ながら、あっとこれは負けてしまいそう。あ、負けちゃった。 3,2,1 押して、あーっと、あー、いい感じ。おぉ、よく。あ、さっきのよりは壁ドンが弱いかな。壁ドンって壁ドンじゃないよ。あ、ダメだ、あ、ダメだ。 3,2,1 よし、よし、おぉ、攻め込むね。なかなか勝てない。この改造はどうやらなさそうだ。バーストすれば、うーん、ダメだな。はい、続いてバスターエクスカリバーゼロヒットアトミックでいきますね。はい、 3,2,1 おっと、とりあえずオーバーできた。 3,2,1 おっと、さあさあ、とりあえず一勝はできたけど、どうな、あれあれ、さっきの勢いそのままに来たわけじゃないんだな。アトミックだからね、いくらか。お、いい感じでやってんだけど、あ、負けそう。あれれれれ、 3,2,1 オッケー。はい、じゃあ最後にこちらですね、バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュですね。 3,2,1 オッケー。おぉ、うわ、すげえ、一撃。3,2,1 こい、はい、おっしゃ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 、 3,2,1 おっしゃ、おっしゃ、おっしゃ。ということでバスターエクスカリバーはね、唯一全勝したこのワンダッシュヒットエクストリームダッシュ、これでいきたいなと思いますね。これがお父ちゃん的な最強改造にします。はい、せっかくなんで最強対最強やってみようか。うん、デッドハデスゼロバンプデストロイダッシュでいきます。はい、バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュでいきますね。はい、3,2,1こうしていけ。あっと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 、あ、重い。あ、最初のね、深いでね、飛ばせないともうこれはね、やばいと思ったな。あ、ダメだ。ウィー、3,2,1 こうしていけ、そっからいけ。わー、ファーストした。3,2,1 こうしてやった。お、さあどうなるんでしょうか。力入っちゃうな、思いっきり。あー、こうなるともうバスターに勝ち目はなさそう。あー、ということで一応ポイント的には同点ということでいいのかな、うん、バーストフィニッシュ2ポイントでね、うん、スピンフィニッシュ2ポイントということで、うん、同点にしましょう、はい、最強対最強は同点。はい、ということで今回はですね、バスターエクスカリバーとデッドハデスの最強改造見つかったかな。うん、見つかったね、見つかったかな、うん、実はでもこれ実はよく使ってたんだけどね。そうだよね。だからまあ合ってたんだってことになるよね、うん、これめっちゃ強かったね。剣がね揃ったらもう強いね、これね。もう一撃ドーン、トリプルインパクト、あとこれもついてるんだからフォースインパクトかな。あー、これは強いね、うん、はい。そんなわけでですね、冒頭でもお伝えした通り、ユーフェスウェンジのベイブレードバーストのコーナーに我々おりますので、なんかね、過去のあのベイブレードとか、うん、展示されてるし、新しい超絶バルキリーも展示されてるみたいなんで、うん、
発売より1週間前なんでね、先行してみたい方はぜひいらしてみてください。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いしますそしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっと今回のおすすめ動画この辺りに出てますのでぜひチェックしてみてください。チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。